はい、いいとこないですか？あ、大丈夫です。よかったです。おかしくないですか？何がですか？なんで美容室で僕びしょ濡れになってるんですか？お客さん、うちの店は髪を切った後シャンプーをするんです。それは問題ないんですけど。あれで。あれです。椅子がリクライニングして頭だけ洗えるやつないんですか？あー、シャンプーチェアですか？はい。あれ高いですよね、導入費用が。ここケチるとこじゃないですよ、絶対。いや、いいじゃないですか。こうやってシャワー室があるんですから。いやー、下に水着着てきてくださいって言われた時点でおかしいとは思ってたんですよ。予約の時に伝えましたね。あれ、着てこなかったらどうなるんですか？全裸ですね。シャンプーしない選択肢はないんや。ないです。ようやってけてるな、この奇抜さで。まあ、おかげさまで口コミ評価星 4.5 いただいてます。すごいな。食べログです。食べログ？シャワー後に飲むコーヒー牛乳が最高とのことです。もうお風呂やん。美容室です。 あとこれ時間間に合います？あと10分で待ち合わせの時間なんですけど。あー、そういえばそんなこと言ってましたね。髪もやけど体も乾かさなあかんやん。あ、その点はご安心ください。ん？超高性能全自動全身乾かしマシンを導入してますので。導入費用高かったやろそれ。わぱぱぱぱぱ